毎週水曜日夜10時からは奈良演劇情報局 S エスラジーはい、今週も始まりました S ラジー。この番組は、うん、奈良の演劇情報や芝居のいいろを奈良県を拠点に活動している劇団イベントステーションの劇団員の私たちが発信していく番組です。というわけでパーソナリティははい、秋になると食べたくなるのは栗ご飯中目具こと中村めぐみです。 はい、秋になると食べたくなるものは栗の入った炊き込みご飯ですアワキラです。<laughs> <laughs> 一緒や。一緒すね。やっかり食べたくなるもんね。確かに。おいしいもん。ね、あっという間に九月ですもんね。九月だね。え、急にだいぶ涼しくなりません？なったなった。寒い。ね、ほんま急になんか長袖が必要になるようなもう政策受けたハッシツイッターでなんかあの冬物のパーカーを持っていったりうんんぬかんぬんって話をつぶやいてたぐらいやから。ま、だいぶ冬物のパーカーは若干早いとは思うけど、でもそれぐらい急にほんま涼しくなってこの間まで来てたクールアツ系のネグルシとかいう日が結構続いてたし。 保育園とかでも、昼寝の時は絶対クーラーつけんと、ありがとうのに、もう窓開けて、扇風機回したら、十分みたいな感じになってきて。ね、え急な寒暖差に、体調を崩しではないでしょうか。結構崩される方も多いんじゃないですかね。くれぐれもね。ほんまにね、くれぐれもご自愛ください。ね、本本当に。いや、でもね。ね、あてはうがい。ね、大事よ。だ大事。そうそうそう。なんだかんだ、夏の感染症とか、まだ収まりきってなかったりとかするからね。いや、もう、気をつけなければ。気をつけましょう。はい。ね。ね。 ねえ、本当栗ご飯美味しいですって話ですよ。美味しそう、本当美味しい、ね。<laughs> 急にもうだったけど。思ったね、いや、栗ご飯の話はあんなさらっと流すのもったいないですよと思って。いや、いや、栗ご飯、我が家ではもち米を使って炊くんですけど、どうですか、普通のご飯。普通のご飯、おうん、ちょ、もち米使って炊くんですよ。うん、で、もち米、そのもち米のもちもちっとしたお米の感じに。<う>そして、あの栗の、<う>あの、お、こ、あのほくほくというか、あの<う>栗の。

すごい硬いけど頑張る。いやあれな、お母さん湯を拭くわと思いながらたまに怪我しながら拭いてはるもん。怪我しながら。あれって何で拭くんかなこ。うちいやうちのお母さんは包丁で拭いてる。やざくっていうかなんかもう手でこう危険な目にあいながら。これって茹で茹でてから。茹でてから？茹でてか？それでも。いや生でやってるイメージあるんけどな。どちらろ、聞いてきます。聞いてきます。 お願いしますやもうでも栗に限らずほんま秋の味覚はいろいろですよね美味しいのねさつまいもとかほんまにうちの保育園でもさつまいもを育てておりまして苗から育ててんけど葉っぱが今わっさーになっててもういい感じでつゆが伸び放題ですよねこれもうちょっと10月末ぐらいかな子供たちと一緒に「いやほいや掘ったり引っ張ったりとかするのが 楽しみでございます。そのうちご焚き火に会いとこう。かそう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 。焚き火でも多分焚火しな,いなんかね、スイートポテト的な感じのクッキングをするかもしれない。 焚き火にって。焚き火やれたらいいねんけどな、なかなか煙とかも、そうね、ちょっとあかんことかもいてたりとかしたらな、ちょっとあれやからまあ場合によりけりかな、でも焚き火とかそんなもん、その暑さとかそういう五感を使ってっていうのはやりたいので、なんかやれたら楽しいよね楽しい秋楽しいこといっぱいですよ、夏も楽しいこといっぱいでしたけど。ね楽しみっす。まあなんといっても秋って言えば、イベントステーションの本公園とかあっちゃうしね。あるしねー。いやもう秋楽しいですね。いやもうねもう楽しみに、もう秋は満喫 受け取ってきたと思いますけれども、<laughs> あ、早速コメントが。あ,<い>あ、鹿太郎さん、こんばんは。美女の時間と言って書いて、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、残念なことに、ゲストで美女が今回来ないんですけれども。美女は来ない。です、ねまあ、美女は来ないけれども。はい,はい、まあ、この、まあ、もう、い、一、一、うん、時間も、うこっちの、この辺で。頑張りたいと思います。<laughs> <laughs> あ、中村さん、あきらさん、北橋さん、山崎さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。んんはありがとうございます。 こうしてね、早速コメントいただきまして私のテンションがググッとあきらのテンションがググッと上がっておりますがはい、あの、どしどしコメントいただければなと思いますあの、ユーストリームの方のチャットの方でももちろんコメント受け付けてますしツイッターでも受け付けてますよねじゃあお願いしますはいカンペ出してください今週も皆様から番組へのお便り質問リクエスト受け付けていこうと思いますツイッターハッシュタグシャープ S ラジシャープ D 間違えたなってるよ、シャープ シャープ D なら、うん、DNARA です、はい、これをつけてツイートまたはメールフォームでイベントステーション 7atgmail.com までどんどんお便りくださいはい、はい、お願いします、はい、もうコメントもらえたら私たちのテンションが本当にグ,グググと上がりますからねあまたコメントが猫たぬき犬あこれ あ、これ、あ、これか。うし、何の話かな。と次のタイトルは、確かにイルやけど。猫、猫。あ、これは猫ね。これの話かな。なんかのコラボしてるっていう話。何かわからんけど、かわいいから。部類の猫好き、アキラが来ているので、猫ですよ、ということで。このヒゲがまたかわいい。ヒゲなのね。これ多分ヒゲやね。猫のヒゲって、これ、これと。 これと何？ヒゲ2個あんの？あるっぽい。なんやろ、わからへん。なんかようわ、からへんけど、確かに可愛い。購入しちゃいました。はい。今そんな感じで、はい、あのテンションハイテンションの中目グと猫好きのあきらで1時間お送りしていきますけれども、あ、あきらさん髪長いんやというコメントが。あれ今さ、今さ、あ、そうか、横向くこと。そうね、長いです、長いです。一応こんな感じ。そうそう。ね、長い長い。そうそう。アキラ、アキラは髪長いです。 中もね、私も最近まとめてますが、うん、なあのイベントステーションで神長いトップ2やな。 そうやね今んとこねどっちがなのどうやろうねあんま比べたことないけれども今度測ってみようかピヤーンって測る測る分かったじゃあもうなんか来週あたり埼玉ポニーテてるみたいなね明るのが長いんちゃうかな分からへんけどもう分からんまあでもクルンクルンやから分からんまあうんそうねまたちょっとチェックしてみたいなこれねなんかね今週ねなんかね机の下にねなんかこんなんあるよおカードが 今週のお品書き的なカードがなんんかねつあるよどれから行こうどれから行こうどれから行こうというかつうかの今日の日のあのタイトルがねこれの拡大版なんですわそういうわけでじゃあこれとこれでいいのかなそうですねはいじゃあカード出していきます今週のゲストはですねなんとなななんといい 外部からのゲストがないということでないとこではい、でもがっかりするなかれさあ、では今週は行きましょう今週の山崎拡大版ですイエというわけで今週のゲストはイベントステーション座長の山崎ひろとさんですどうぞー主張するな山崎やたら山崎主張するなあそちこっちあいだ、あいだいらっしゃいませ、あそっちから来るはいらっしゃいませ はいこんばんはお疲れ様です。はい。今週の山崎企画大版ということで、はいあのま語っていただこうという感じですけれども、はいあのはいはい自己紹介とかしますか？あイベントセテション代表の山崎です。こんばんは。全世界の皆様よろしくお願いします。はい我らが座長がここに座ってということで、過去に何回かやっていますけれども、そうですよね。はい例の例の講座を。 例の講座、ああはいはいただきたいなと思うんですけれども。今日ねいろいろ考えててね、う一回目をまあ d o して、舞台用語講座のね第一回目が、二回目をまあ若干こやって、はい次何しようって言ったらじゃまあ舞台上の袖関係、幕関係、あ幕袖幕、うん名称ざっくり紹介しようかなと。はいありがとうございます。はいお願いします。とりあえずここにねはいはい。 じゃんかじゃーんこれがない方が見やすいかなじゃもっとこかはいすいませんカメラさんアップお願いしますすいませんアップお願いしますもっと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 あいいっすねはいありがとうございます今日はこのアングルでいきたいと思いますめっちゃ手書きだはい手書きですけどねはーいまあ中村さんとねはい青さんはねはいもう舞台長いことやって春坂におおおおまあまあ大概の あれは分かってはると思うんですけど順番にここに書きながら書きながらおさらいしながらやっていこうかなとじゃあまずね1個目ね舞台の一番奥にある白い幕ね照明を当てる白いあ位置的に言うとここの位置ねこの位置ねここにあるい照明とかを当てる幕 はい、名称。え挙手制。挙手制、間違ったら。間違ったら、あれですよ。え帰りにみんなにジュース。ええー、えー、えー、いや、でも、えは、ー、い。はい、はい、どうぞ。ホリゾントホリゾント違う。 マックはい、正解ですねすごーい、すごい恐る恐る言うてる感じ、でもカメラに映ってないみたいな感じホリゾント幕ねホリゾントが良かったー神下とかと、あの、ああの、鹿太郎さんがコメント頂いてますこの舞台用語、舞台と言えっていうことですよね神下みたいな、はいその時、その前にある前にあるホリゾントの前にあるホリゾントの前にある怖い怖い、ホリゾントの前にある場所的に言うとはい。 そうですね、はい。ここにある膜、うん、まあまああのー、持ち込みでない限り、はい、ここにまあ大体の大体の小屋にはここにこうホリゾントじゃない時にここにこうビャッと、まあ、降りてきたりまあ割りになってるところとかもあるんですけど和らぎは割りになってますね割、はい、り膜になってますねこうかみからこうせってくる、うん、まあ基本はこう上から下ろしてくるんですけど。 はい、そのマックを何マックと言いますか。何マック？何何マック？何マックですか。何マ何マックやろ。はい。えええ、ま周り、えやわやわらぎにある。やわらぎにもあります。やわらぎにもある。やわらぎにもありますし、音情感は仕込まないとないです。ホリゾントしかないです。はい。リーベルにはもちろんない。ないですよね。郡山城ホールはあります。ああ、なんやろ。百年会館もあります。え。 ヒントください大あ、分かったはい、はい、どうぞ大黒膜そうそうそう、そう、大黒膜ね大黒膜大黒膜、例えば背景を真っ黒にしたい時とか一色に染めたい時に使いますちなみに柔らぎは円字だけどねですよね円字だけど大黒膜と円字でも大黒膜名称の場所の話ですわホリゾントの前にあるのは何色でも大黒膜そうですねあ、じゃあまあまあすごい簡単な話で こういう感じに舞台のね舞台のアクティングエリアからプロセミアムの内側にあるこういうこういうねこういうこの辺にこういう幕ねはいこれはわ分かるでしょそのままそのままですよそのままでいいですかはい袖幕袖幕ねよかったよかったそう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 普通にこれは袖幕ですそうそうそう 袖で膜なんですけど和らぎ快感我々がよく使ってた和らぎ快感には袖で膜が真ん中までニョキ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 と締まる言っちゃったね割幕はい割幕ねはい割まあそれは中割りとか奥割りとか前割りとかいろいろ。 場所によっていろいろある場所がございますね。はいはいはい。じゃあえっと舞台のねこの舞台の客席側の方を前前です。こっちが前中奥はいですな。はいここにこういう感じにある幕はえ？こう縦にある縦にある？はいこれあれですやわらぎありますあります。あれ？はい。まあ こういうふうに縦に一本でズドンってなってたりなんか L 字っぽくなってます L 字でついてるとこもありますえ、なにあれなんていう幕やろあれはなんという幕でしょうか僕はいつも言ってましたよえはい、言ってましたよえ、なんやろえ見切れ防止幕みたいな見切れ防止幕、まあまあ使い方的にはそうなんですえ、なんやろあれはい何文字ですかえヒントを求めるな3文字3文字なんとか幕で3文字 はい、幕です。はい、三文字。三文字。はい。意外と、こう。うん。見切れ隠し幕とかって、みんな言うんですけどちゃんと名称はあるんですね。ええ、なんやろう。はい。僕何回も言ってますよ。えちょっと、ちょっと引こうか、うん、なんか引こうかとか。えはい。言ってます。袖幕のさらに奥にあるやつ。縦。なんやろう。三文字。三文字。はい。小屋に行ったらね、もう、後ろから前まで、ズドンと。 大黒のように、弾ける幕を設置してある小屋があったりとか。ええ、なに。いろいろでございますね。よく解釈してって言われるやつですね、道具箱。そう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 。え、何幕なに幕。あ、いや、解釈してってのは、そうで幕ですけど。そうで幕、あ、そうか。え、あれ、はい、もう時間ないんで。これ東西幕と言います。ああ、ピンとこないです。舞台の前から、奥にかけてを。東西。東西。東西幕。あんま聞いてなかった。これね、東西幕。東西幕。意外と、あの。 知識的に東西普通に東西ですわ東西幕ですわこれ意外とみんな知ってない人も多いのでまあ言うたら見切れ隠しですね見切れ隠し用に使う幕のことを東西幕とちなみにどっちが東でどっちが在、東西東と西はどっち東西上が上が東上というか舞台の奥が東東で客席側が西じゃないの知らねえあれ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  といはじゃあえっとまあこれちょっとね断面図なんで描きにくいんですけどじゃあこの舞台のこの前から見て袖で膜の前とかにあるこの薄いちょっと細い膜薄い細い膜上の方に袖があってあ袖があ袖があって上の方にある膜それは文字はいそうですね。 厳密に <laughs>、まあ、大雑把に言うと「文字幕」と言います、うん、一番前にあるのを大体一文字,一文字後ろに行けば234という感じで文字幕になっておりますはいね文字小屋によったら霞幕というところもあります 文字幕のこともん字幕のことを霞というとこもあるんですけど<ー>厳密に言うとかすみじゃないんだけどなと思いつつもまあ霞というとこもあるそうです。うんうん、はいそんで、えー、まあ大体ねその袖幕とか文字とか大黒、うん、まあ小劇場やったらもう基本袖と文字ぐらいしかないですよね、うん、大体まああと大黒ぐらいで。うんうん 割りとか仕込む、うちは割りとか仕込みますけども。そうですね、からからからって、前の正十論の時の。商事。商、商。それは言わないでね。言わない、の、はい。企業秘密やないか。はい。言うとあかんかった。もう、もう、さっきから、もう、鹿太さんもやっちゃったとコメントしてくれたんねんけど。私、さっきからやっちゃまく。ホリゾント、どんな感じと思った、カタカナかあ、そうです、ホリゾントはね。ホリゾントまくって、ドイツ。ドイツ。やったような気がする。 覚えてないですけど、いや嘘ですね。嘘かい。とりあえずカタカナです。カタカナですか。はいはいはい。で、まあまあ付け加えるような感じですけど、一番前にあるのは何何？ドンチョ。ドンチョね。いやその後ろにある。後ろにある。はい。大黒幕があるんですね。割と。それのことをアンテンマと言ったりもします。もう一旦ま。 もう一旦舞台の前面をバサッと真っ黒にしちゃう。あー。アンテ幕。スカーレットプラネットで使いましたよね。えーあれは割幕です。前の割幕です。失礼いたします。は間違えました。アンテナ幕の、まあそれも大劇場とかいかんとないっすわ。そうで、まあそんな感じですね。は幕。幕。舞台の袖いっぱいあります。 釣りとかもまあそれはどういう用途に使うかっつったらまあ言うたらもう見切れとかでまあ袖の袖巻くやったらこの舞台の間口を決めたりとかねでもんじゃったら舞台のタッパーを決めたり釣りんの見切れを隠したりとかあ<ー>まあそういうでまあ後ろのバックに関しては背景の色を決めたりとか、うん、まあそういう感じで大まかには使いまするわな、はい、まあ芝居やとまあ大概彫りなのか 割ななのかまい、あ、ですなはい、そんな感じの舞台用語講座でした、はい、第3回にしてもうネタがつきようとしておりますが <laughs> 実際これを細かく例えば次じゃあ箱馬とか平台とかっていくと結構ね、うん、あの、うん 細かくなっちゃうのね<ー>どこまで言えばいいのみたいな<ー>ふうになっちゃうじゃんなので難しいねこの舞台用語コーラーってねうん、うん、で,でもなんか知っ,て知っていくとなんか気になるし、うん、なんか知れば知るほどちょっと面白いかなっていうしかたろう,ん、う鹿太郎さんなんかパチ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 パ,チパ,チパチ10回ぐらい拍手するぐらい楽しむあ,ありがとうございます <laughs> ありがとうございますり、ねはい。まあまあそんな感じで、えー、舞台用語 今回は幕関係。幕関係。まあ、あと、まあ、持ち込みとかだったらね、社幕であ。ああ。あのね。そうそうそう、ちょストッキングのような。う意地の。網戸とか。網戸であったりね、まあまあ、社幕であったりとか、まあ、絵を描いたドロップとか。アーチとか、いろいろ。仕掛けとか、いろいろありますけども。まあ、幕でいうと、まあ、おざっぱに、小屋にあるもんでいうと。そんな感じかなと。こんな感じ。こんな感じ。はい。はい。

S コーナーあれどこ行った？どこ行った？え、もう亡くなってんやったもんないんよ。もう今週の S コーナーは変よ今日は。何を言うてるんですか？もう何をすんのよ。え、あの座長がここにいるということは、はい座長がここにいるということは、もう前回前前回ちょっと前にやりました。イベントステージは今年何周年ですか？え？今年何周年ですかイベントステージ？今年十五周年ですね。ですよね。十五周年ということは過去に十五年の歴史があるということで、あここにあったわ。あそっちか。じゃじゃん。 はい、イベントステーションの15年を振り返るということで、とというこでねたぶん1か月半ぐらい前に前半やったんですよ、前半だから、最初の1年目から10年ぐらいまでをやったので、続きですね、後半戦です、振り返って思い出していきたいなという企画でございます。というわけで、どどんと振り返りましょう、前回ですね、前半戦といたしまして、最初の。 えっと10年間をや<っ>やりまして、ははい,はい,はい、はい、えっとこれは画面で言うと左上にありますサムライクロニクルに差し掛かったぐらいで<ん>前止まったよね確かそうですねはいここからちょっとあの最近に向けて。 ここ年間を振り返っていいいきたなと思の「サムライクロニクル」がそ10周年の記念公演だったんですよねそこちょっと前回とダブル感じですけれどもそこから私は初参加やったしっていう感じでね出演 C のその時の思い出とかは「サムライクロニクル」はよく落ちたというのが思い出に。 落ちてましたね僕も舞台上から落ちたし <laughs>、ね、落ちたっていうかあれは飛び降りたでしょヒロさんは刀が落ちてヒるイにいやまあまあ刀が落ちたから飛び降りたは降りたんですけど、うん、まあよく降りたなあと、ね、もう一人役者の子で新井君って子が舞台上から落ちたとかました、ね、あれは落ちましたねはい、はい、なんか調子乗っちゃってね前の方向分からなくなって落ちたとか、うん、っていうのもあったし、はい まあ、あのー、悪役の南出んがでとちったとか。<laughs> あ懐かしい。あのー、浅野さん。はいはい。はい、もちこさん。もちこさん。あさこさん。あさこさん。も、でとちったとか。はい、なんかね、いろいろ、なんとかちったが多かったね。ああ、ねはい、なんか、あのー、別に狙ってやってたわけではないのに。なんか、でとち。 り、おち。<ー>はい、失敗が多かった舞台かなと。十 <laughs> <ー>周年の。集大成なのに。<laughs> 今だからもう。前まじするけれども。そう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 、これから。うん じゃ今までのなんか集大成としてそのまあ再演っていうのも初めてやったし、うん、うん、ですね。何回か前に侍っていうのをやった後にイベントセッション今のとこ初やし唯一の再演で侍クロニクルって作品に書いたんですよね。そうそう。再演だったのにもかかわらずなんかうん、うん、なんか初めてやったみたいなねなんか失敗だらけというか、<笑><笑>まあキャストはでもほとんど違いますもんね。そう,そう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 。まあキャストはごっそり変わったんですけど。うんうん ねまあ、内容もちょっと変わってあれだったんですけどなんかあのフレッシュ感があったよねあ、まあ、10周年の終わりにフレッシュ感 <laughs> っていうのもその初期メンバーが僕しかいないっていうねあとみんな辞めちゃったんでねまあ、はい、そんな感じのまあそんな感じの10周年いや懐かしいなもうだって5年前ですもんねそうですねでも逆に言うとまだ5年前かと。 あそうですか僕の中ではあれやったん5年前かもうちょっと経ってそうな確かにねだいぶ前な印象は確かに5年前かまだあれでそこでその5年前の「サムライクロニクル」に出てたメンバーもなんだかんだ入れ替わりはしてるもんねその劇団員もあれやし客演さんもそうやしね そうね,ね。あの時レギュラーっぽかった客員さんと今のレギュラーっぽい客員さん違いますもんね。で,でもあれ5年前なのね。5年前ですね。なるほど。はい、次いきます？行、はい、きましょうか。うん、はい。次が次が次があこれですね。ちょっと大きくなったりします？はいはい、なりませんか？ にってこれはあのピースフェスティバルっていうあの、うん、奈良の百年百年かけて橿原文化会館のあたりであった平和について考えるなんかイベントみたいな感じがあって「サムライクロニクル」の一週間後に、うん、15分ぐらいの作品をやってくれっていう <laughs> あの要望に応えまして。<ー> シーズという作品を上演したんですよね覚えてないあ座長出てなかったし、うん、脚本書いただけで演出違う人がしたしあそう、ね、あれですあれですだからもう覚えてないのは仕方がないみたいなそうよねそう動画で動画でかあのビデオ見た感じですい、ね、そうだそうだそうだこれ俺噛んでへんねんなそうそうそう、ね、そう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  公演ないんだそうなるほど脚本なので思い出ないです次行きましょう次行きましょう思い出ないっすわはい。あ、この間に鹿太郎さんからコメントが舞台の東西南北、上手が東、下手が西、奥が北、客席側が南みたいですへぇーありがとうございますとにかく全員外れてたっていう じゃあなんで東西膜東西,東西を隠すからってこと東西を隔てるような膜だから東西膜なのかねそしてさらに出土ちってしまったらどうなるんですかその役ないものとしてと進んじゃうのいやあのね,ね奇跡が奇跡が起きるんですよね出土ちったらあのいるはずのない場所から唐突に現れて、はい、あのまあ奇跡が起きるんです、はい、<laughs> 何とかするもしくは何とかなるとかったことになるんです、ね <laughs> 一番僕が笑ったのはあの南出君が出とちって最終兵器、センターに立ってないといけない南出君が下からのそのそ歩いてくるあの絵が忘れられない。<laughs> ねえほんまは暗転から光が入ったらったいたつきするはずがいなくて <laughs> あれ、ともややんなともやが永遠、たた永遠ドキドキして,るて。<laughs> いや見た方はわかると思うね。あれは最高に面白い。初回の初回限定出とし。よかったよかった。あれはいい思い出。まさに15周年。細かな話をすると今だにモヤマト君はもう。よし次行こう。はい次の波さんの名誉のためにも次行こう。次ちょっと画像がないんですけれども。シグナルシグナルはこれはね。 奈良県警のイベントで、高齢者交通安全イベントっていうのがあって、学園前の学園前ホールであった、交通安全についてのお芝居をしてくれっていう、シーズとシグナルはそういう外部からの依頼があって、20分ぐらいの短い作品で、なおかつ高齢者の方にも分かりやすいようなお芝居をっていうことで、ちょっと啓発的な、あれ、なかなか苦戦しました、苦戦しましたね、苦戦してましたね。 <laughs> 芝居をやるるってななと結構悩むんですよねそうそうなんかちょっと死後というかの世界をちょっとイメージしてそういうあのファンタジー的なところもあるけれども、うん、でもちょっと人間臭い,いというか、うん、なんだろう大事なところを語るみたいな大変だったねあれね,ね。ちなみに牛のお母さんはあれがすごい好きやったらしい<ー>シグナルがすごくなんかその。 死んでしまった人がその交通事故で死んじゃった役なんですけども、その男の子と男の人と女の人が死んだ後になんかこうすればよかったとかちょっと後悔したりとか悔やんだりとかしたりとかあの亡くなった人だな大事な人を亡くした後のえ大事な人を亡くした人のその後の人生とかをちょっとちらっと描いたりとかしたりとかしたのがすごい良かったみたいよ。よとか一言でいいのでなるほどなシグナルでしたねはい。 ネクスト僕、意外とシグナルとかあたりって結構、なんかパツパツやったじゃないですか。そう結構結構僕ね、覚えてないんです次のシンメトリーがこれ第2回の演劇祭ですね、こちらもちょっと画像がこの時はポスターがなかったので、シラシを作ってなかったので演劇祭だったんでね、なかったんですけど、このシンメトリーが5月にあって、シグナルが4月だったんですよ。うい意味でもも結構な感じ 時間がない中ででのはあったカツカツっていうのはそういう感じかなとシンメトリーがその第2回の演劇祭で、うん、そ私的には初演劇祭でしたね。あ<ー>シンメトリーね、はい、イベントステーションがそろそろ日本芝居やめるかみたいな感じの。<laughs> 流れができつつあるぐらいのあれですよねそうですかね,ちょうどねエンタメに行ったほうがいいんだろう,うちょうどその時その秋公演はエンタメで、うん、で冬、春公演演劇祭とかはちょっとドラマチック的ななんか人情話をしててうん、うん、で、なんかあれだよね あの劇団員でめっちゃ喧嘩したもんなエンタメするんかドラマするんかどっちやーみたいな <laughs> あそういううこことにしとこうそうすごいなんか佐藤とかねそ <laughs> そうそう佐藤とかでこう南出君にこうされながら「<laughs> 俺はエンタメしたいんすよ!」とかって言われながら中目が「やめてやめてー」とかっていうなんかそんな熱い ことしてたよね。してたかな。そういうことです。シンメトリーはあれよね。あのあれか。どれですか。シンパシーとかのつながりの話ですよね。超長い名前が出てくれたな。そうそうそう。マグメペロパンティスガットレポポレタリメマスデポン。え次行こう。そこ言わんでいい。はい。で次あとあリーベル初挑戦のリーベルね。 第17回公演スピーカーズです。はいはいはい。そうそうそう。ラジオ番組ですよ。ラジオ番組の話です。おおそうよね。そうそうそう。だから僕の中でえっとまあサムライクロニクルやってそっからまあそのスピーカーズに行くまでに結構まあ中村さんとか青さんとか他の人たちがいろいろ芝居が。 徐々にこういろいろを踏んできていいろろこうなんかこういう感じをじわじわ出してきたのでそろそろちょっと芯に立ってみてもらおうかなと思っていろいろやらせてみてた時期で。 まあ正直、メカフットの向井さんにはスピーカーズは大失敗だったよねって言われたこともあるんですけど僕的には全然失敗やったとは思ってなくてまああの僕が全然最後にしか喋らないであったりとか僕があまり稽古見に行かないであったりとか僕の目指すイベントステーションのスタイルに近づけるべく。 いいろろ頑張った時期だったかなと思っておりますね。はい次がそのスピーカーズの次が青晶の青さん主演の18回公演「シークレット・アイズ」。ねこれ僕が作ったチラシで割と僕このチラシ好きなんですけどね。このチラシいいいいいいよなでですす こチ,ラシとチラシの表裏、はい、そしてチケットでちょっとずつそのなんか表裏みたいな、今、これ、昭がいて後ろに広瀬さんが背中向きで、けどこれのチラシの裏面は逆に広瀬さんが,前で僕が正面になってるという、この当時、こういうの好きだったね、僕ね。ですね。はい ままあまあこの話は、うん、僕はもっとこの話はグロックしたたかったんですあこれ推理もんやったんです推理もんというかそうそう推理もん刑事もんやってうん、うん、でもっとその、まあ、殺人が起きるんですけどそ,す、ね、その殺人をもっとグロくしたかったんですけど、うん、まあ制作さんと、まあ、中村さんの。<laughs> が出て書き直したみたみいな、ね、お,お子さんが見てお子さんも見れる劇団でありたいっていうのは私の中でもあったしそうそうこん、ね、時はあるよね、うん、あの奈良のガストでこういうああまたこううい,うこういう感じで「<laughs> まあ何考えてんねん!」って言われてた記憶が僕はあります。<laughs> はい、PTA に怒られへん芝居をしたけど、この時初めて、そうそう、<laughs> この時初めて来た橋が僕に手をあげましたね。<laughs> パーンって、<laughs> そうそう、<laughs> そうそうそう、子供<ー>子供が見るんですって殴られた記憶があります。<laughs> <laughs> 制作、はい、北橋がこの辺りからは本格的に北橋とうそ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 の前に僕も衝撃的な一言いただいてますからね私エンタメ好きじゃないんです <laughs> 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 すいません <laughs> ってう <laughs> この時でしたっけ <laughs> この辺りからあの初めて僕言われましてでそういうことでまあ一応中目黒まあ今いませんけどあゆかわさんでその次あおさんでその次があのスティルねはいスティルねスティルスティルこれが北橋さん主演でやるんですけど大きくなりますかまあこれ家族の話ですねこれ第三回演劇祭ですねそうですねこれなんか割とこれも評判でね良かったです何世 金止箇所ですから。あ、そうでしたっけ。そうですそうです。私も嬉しくて嬉しくてと思って、あの来迎決賽であの禁止箇所とあれやマホロ場賞両方取っちゃったやつだね。そうそうまあまあ確かにこれのお話はよくできてたなと。なんかね。お母さんが最後に死んじゃうような感じなけど、その四人兄弟の北橋奈美がお母さん役で、私とかあきらがその娘というねはい役で、すごいなんかもうなんか。 全体的にそのストーリーの中でも家族なんやけど劇団員実劇団員も本当になんかギュってちょっとまとまって家族のような感じになったような私は印象がしますね,ねんなんかすごいこの話は良かったですよね,ねただイベントステーションこれで金鹿賞とマホロバ賞なんか取っちゃったもんだから <laughs> もうこういうドラマチックな話はやめました <laughs> あれ <laughs> <laughs> あれ <laughs> やめましたあれでもほんまに良かったんですよねいや<う>あのー やめじゃあこの時にこの時まで僕は大概悩んでたんですよこの次にやった「中村めぐみオンリー」の主演「スカーレット・プラネット」はいこれねここにそうそうここに至るまでが結構悩んだんですよね そうそうそう大概ねもうこの時も大概、こう中目ぐと北橋とかいろんな人にこうこうこうされて高校高校まあ今のイベントステーションエンタメばっかりやってるのはこの人のおかげなのでこの人のね <laughs> あれおかしいな、はい、そうそうそう中目ぐが僕の家の前にこうチャリで来て雨降る中ねドリームね雨降,雨降る中 旅で来て、なんかこう、俺の家、俺の部屋2階にあるんですけど、そこにこう、なんか叫ぶんですよ、私はエンタメがしたいですって、ばーって、ーってなってるところで、で、俺、からっと開けて、おお、何してんねんみたいな、エンタメがしたーいって、了解みたいな。<laughs> <了解 S 2> <laughs> ワーナーチックエピソードが<や>まあ実際チャリで雨の中っていうのは嘘なんですけど、うん、まああの車で来て実際こう。 下で叫んでありました。叫んでた。ピンポンしましょうよ、ピンポン。ピンポンもしてなかったですけど、なんか、そういう感じ。の出来事はありましたね。あそうそう、それがきっかけで、ああ、じゃあ、イベントセッションはエンタメで、ちょっとしばらくやってみようかな。っていう話になったわけですよ。はい、そこからもうだって、エンタメしかしてないでしょう。そうですね。うん、そこから。そう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 。そうなんですよ。はい、本格的にというか。 そうそうね、なんかね、20回公演を皮切りに、ちょっともうね、エンタメだけで、お客さんがやっぱ楽しんでもらえるそで、ね、で、うんうん、言うたそのスティールでやったりっていう、そういうドラマチックというか、うん、まあお話重視の、まあ、お,はお芝居っていうの、ね、周りもしてたんで、うんでうん、あえてそこで僕たちもそれをやるっていうわけでもないんですけど、 そのいろんなもんを見,、うん、見てほしかったからうん、うん、じゃあ僕らはエンタメをやろうかという話になり今、至るという感じですね。い懐かしいね,ねそれじゃ何年前 3年です3年まだ3年前3年、ね、それでまだ3年前 <laughs> そうそうそうこれもなんかダ<ー>チョウの中ではスカーレット・プラネットの話はこれのさらに3年ぐらい前から温めてたっていう話をしてて、うん、私も実際スピーカーズの頃からだからちょうど1年前ですね1年前からスカーレット・プラネットの構想を聞かされてて、うん、それは中目黒で行きたいと思ってんねんって話を聞いて、うん、2> で2月にするいやちゃうなって言いながら、うん、結局1年後にすごいんかプレッシャーを感じつつ、うん、そう らが主役をし、奈美ちゃんが主役をし、うん、次、中目ぐっていうこの女子3人の主役の変遷がね、うん、もう全員が順番にプレッシャーに打ちのめされていくっていう、うん、<laughs> なあ、だいぶ打ちのめされてたよ、奈美ちゃん。 あ、そうなんや。うなずいてます。そう、な五月の稽古の時に、なんか主役、なみちゃんがすごい苦しんでるのを見て、主役ってそんなにそんなに大変かって言って、アキラがうんってうなずいて、奈美ちゃんもうんってうなずいて、前主役と現主役がうなずく中、さあ次の主役って言われて、おうってなって私一人で焦るみたいな。そんなそんななんかうん、あわアップアップした覚えがあります。だってその言ったらスカーレットプラネットで。 あれイベントステージ初めて尽くしやったからねあれねムービング入れたし入れましたねかっこよかったそうめんねあのムービング入れたし 1>,、うん、1幕2幕でまあ,あ<ー>休憩はなかったけど、うん、フル転換したしししましたや、ね、わらぎに張り出しを組むという暴挙に出たし,し,した、ね、あん時からそうだっ、ね、たん時も張り出しました、ね。はい はい。いやほんまや懐かしい。いろいろやっちゃったね。うん。かつ。アホみたいに仕込んだしね。あれは釣り返してへんのか。でもなんかあのねアクリのなんかクルクル回るやつやったりとか、フラシモンでキラキラしたりとかね。あのやりたい放題やり始めた頃ですね。思い。そしてからの二十一回が演劇祭ですねまた左下にあります。はい。サインですね。 みな、はい、南で君が主役でしたよねそそうそうこれは南出君主役でいやのにチラシが私ってうそ,うそうそういや絵的にね中目黒の方がいいなと <laughs> 南なくん君別に表に出んでもみたいなそう,左下のそう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 いやさイベント撮影の師匠こんなに顔でかいの初めてですよねえ <laughs> ドー<ン>って <laughs> いやもうこれぐらいっていいと思うよ俺はこれあのあまず今画面で見えないんですけどあのポ,ポーズはこうなんか「し」っていうああそうねえーえー なんか言葉じゃなくて伝えたいっていうことはもともと正直僕の中でまあ南出君を集でやったというもののなんかあのあれですよね僕の中ではもう出し切った感がありもうここで僕の中ではもう一旦 えらい区切りがたくさんあるけどそ <laughs> そそこでも区切った <laughs> ここででもも区区切切な<ー>そうそう。なんかスカーレットプラネット逆に言うとスカーレットプラネットがあ<ー>あの悪い言い方すると良すぎて<ー>逆にサインっていう作品が僕の中ではちょっと赤点やった部分もあったんですね。あ 僕自身役者としては好き勝手やらせてもらえた楽しい舞台だったんですけど全体的を見てよかったかって言われるとちょっと悔いが残る作品ではあるなぁと,思<ー>と思います。はいやっちまったなぁとた、うん。なんかもったいないなんかその時みんなねあおさんもなんかいろいろねなんかおねえ役やりたいとか言うて。 お姉ちゃんねそうそうそうお姉ちゃん役でちょっとこに聞こえるけどお姉ちゃん役でち,、ね、ちょっと大人な役やりたいとかって<う>みんな結構ね僕にこの時ねあの無理難題を言ったんですよ<ー>スカーレットプラネットで調子乗っちゃったもんで <laughs> <laughs> ほんでなんか無理難題を言ってまあ変な話あのまあ全体的に見てちょっとフィットしてなかったかなって思う感じの今日この頃でした<ー>はいじゃあ次ね 次がまた大きくどどんと頑張った第 22, に第,第22回公演ですね、ですこれ、名作ですよね。そうですね<僕>そうちの宣伝美術家のトムさん、最近、うちのチラシとかデザインしてくれてはるトムさんも、すごいもうこれ、面白かったって言って、はい、これ、再演してほしいって言ってくださるぐらい、うもう私も、ああ、間違えた、あっ、消えてもった、<ー> <laughs> そうですね、ご <laughs> め <laughs> <laughs> <laughs>、うんなさ、ねはい。 もううカカチカチしなないのもう <laughs> はい、の、ははい <ねー S 2> <laughs> これんか<う>この時にすごくあのたくさんのね年代層ちょっとおじいちゃんおばあちゃんの世代の方にもすごくまあすごいもう和物というか時代劇やったし奈良を舞台にするっていうのをもうがっつりやったのでなんか奈良の地名もたくさん出したからっていうのもあるんですけどすごくそこがなんか。 あのヒットしたらしくって、ね、んなんかたくさんの人に面白かったって言ってもらえてそう、ね、この時あれですね1幕2幕をほんままに分けましたね,そうねここで初めて分けちゃった、ね、休憩入れましたもんね。休憩入れちゃったもんね。そう休憩入れるのもそう私とか奈美ちゃんとかも,もうどうかなっていうのもすごく心配したところはあって結構なハードルかなと思ったんやけどもいやいやでもそれが今回この時すごくいい感じで転んだというか運んだので、うん、<が>そうね。 あれですよね。うん、もう今はものばっかりやってる一つの天気に、ねうん。そうですね。だ、う、もんね。うん、このまま行こうかっていうふうなことになりますね。そうなのよ。この時のね、ねあのなんか降臨振りが今の僕にないんですよ、ねあ。あ、ちょっと言っちゃった言っちゃった。頑張って <laughs> 頑張って。いでもあの時ほんま良かったですもんね。うん。なんかね、あの溢れ出る煮汁のように。<laughs> アイディアが出てきてたんです。<ー>この時、まあ、この時も、さき、うん、森りの時も、うん、なんかどん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 。出てきてたね、この時ね。まあ、その、なんでしょう、まあ、予算も、いつもより多めに。そうですね、もうがっついやりたいっていう。そう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 、なんか衣装にしろ。うん なんか小道具にしろ舞台にしろ張り出すわ舞台そうそう張り出す上に客席越えたったからそうね客席潰した上にそうそうそう舞台の下から出てくるみたいなそうそうでこん時初めて柔らぎの袖膜を全部つり替えてるんですあ赤い膜が気に入らんとか全部黒にしたみたいなああうわさのあげ太郎でねあげ太郎でね やったったわみたいなこの時が柔らぎ快感あったのいあのそう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 跡形もなく、うん、柔らぎ快感じゃなくしたそうですね、はい、限界に挑むどころじゃなかったですねそうそうそう,そう、うん、和太鼓もね来ていただいていろいろやって。 新たなことにチャレンジしまくったそうねそうすこれヤマトくんが一番こうどっぷり役者になっちゃったなっていうのこのなりましたねこのラスボス役でしたもんねそう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 ,そう,、ね、そう,そう人間とあやかしの戦いのあやかしの王というか神というかこの時から僕と中美子の恋が始まったんなんでやねんなんでん。結ばれない恋が始まったんです

いやもう本間にね。あん時でもなんか僕と仲間が二人で稽古してて、おこれいいぜっていうのもね。がっつり出てきたし。なんかその油が乗ってた。うん乗ってたねこの時ね。頑張りましたね。そうね。はい。やれタックルだやれタックルだ言われます。そう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 。そうそうそう。この作品なんか失敗したかな。 失敗ううんんちっちゃいことあ,ーあー大事な大事な小道具を忘れたあかんざしねはいほんまに玉造り温泉にって買ってきたかんざしを忘れるとかそう <laughs> ほんまに <laughs> すっごい大事なシーンやったんですよそれが最後にも生きてくるようなシーンやたにもかかわらず、ね、そうあの出し忘れ持ってないのが多分分かった瞬間に私に舞台上ですまねえなって言い出して <laughs> ほんまにと思って。<笑><笑> うでおいと思って、<laughs> お前って、<laughs> おてい失敗、ね、があるからこそ、うん、成功がいきるわけですね。やっぱ小道具さんいるよね。<laughs> そ,うそうですね。一言にいや人のに、うん、いやいや,いやまあそんな、はい、いろんな思い出が。 あった、はい、鹿羽の蛍鹿羽の蛍、ありましからのって行きたいんですけど、ちょっとお時間がちょっとそろそろもう来てしまいましたので15周年振り返る後半戦のさらに後半戦はまた次回あったね、ほんまいろいろ今どこまで進んだの僕2年前ですあ、2年前あとだから、ささめしきび、さきもりのつゆあ別にもうそこ振り返らなくていいんじゃないの最近の話やしいやでもせっかくなる15周えってエスラジ始まって始まってるやつでしょまあさきもりはねえ 先も言いました。ささめしきびはまだです、ね。あ、ささめしきびは振り返ってない。ささめしきび、はい、面白かったです。おーい、おーい、<laughs> 振り返りました。<laughs> おーい、え？二ヶ,ヶ,ヶ月連続公演ですいやー、しんどかったね。はい。いやー、しんどかった。二ヶ月連続公園、涼かった。<laughs> いや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 ハマーズキャシーが主役で大変だったそんざっくり <laughs> 言うて中見くんが女優術取れなくて残念だった <laughs> <laughs> そもう悲しいあれはやはい繰り返りました十五周年でした <laughs> また来週 <laughs> まあそんな感じあもう会のねはいわかりました。いいでしょ。わかりました。じゃお疲れ様ですありがとうございました。はい15年を振り返っていただきましたけれども、15年を振り返ってまあ残りちょっとじゃ後半戦の後半戦残りますけれどもこの15年を踏まえてのこれはいこちらです。はいじゃん告知です。身も蓋もない告知。はいというわけでじゃじゃん。じゃじん。はいこのカリチラシに見えないカリチラシを持ってけどそのうちこのカリチラシが本チラシに変わるんですけれども。 はい、来週あたりにはきっと本チラシがドドンと出てくるかなと思いますけれども、さあだだんと告知いたしましょう。15年を踏まえて、イベントステーションの15年の集大成なのかな、うんうん、記念本公演ということで上演いたします、第28回公演、さみだれの夜に吠える犬というタイトルでお送りいたします。こちら、日時が2014年11月の1日、2日、3日。 この3連休、同日、月ですね、いつもは金、同日なんですけども、同日、月、祝日の3連休を使って行います。時間が11月の1日の土曜日が18時から夕方の6時ですね、そして2日の日曜日が13時からと18時から、お昼の1時と夕方の6時、そして千秋楽、11月の3日、月曜日、祝日がお昼の13時、1時からですね、の公演になっております。場所が 王寺町地域交流センターリーベルホールで行いますチケットが一般前売りの方が1800円当日券が2000円です中高生 は前売り当日ともに学生証を持ってきていただけると500円でご覧いただけますさらに小学生以下および65歳以上の方は無料で見ていただけます先ほどあの先森の剣じゃないわ鹿羽蛍の時に、うん、あのお知らせお知らあのさっきちょっと振り返って言ってたと思うんですけどもこの時にすごくあのおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、うん、ちっちゃい子供さんだとかもすごくあの あのよかったなって言っていただけたのでもうあのたくさんのいろんな幅の年代の方に見ていただきたいなと思ってますので65歳以上とか小学生以下の方は無料ということでもうもう見てほしいというちょっと文戸を広げてと言いますか、ね、どどんと来てほしいなという願いを込めましての無料でございますのでぜひぜひあのいろんな方を誘って見に来ていただけたらなと思います。も、はいね、もう稽古も どどどどん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 始まってですね,ねえもうドキドキしながら <laughs>、ねはい、進めておりますはい、はい。こちら歴史上のね大化の改新とか一種の変とか、あのー、その辺り643年から645年のあの辺ありをあの辺あり,、ね、あありをね アスカのあの辺りを舞,台を舞台にしてますので歴史好きの方もちろんという感じでね,ね,ね私たちも今勉強しなければという感じで頑張っております頑張ってますので、はい、本当に見どころも,もう、うん、イベントステーションといえば盾,盾ですもう今回もガっすりありますね。ありますね,ねそしてさらにあのイベントステーションずっと舞台にこだわってますけれども今回もまた見たことないイベントステーションの舞台を作り上げるべく。うんうん 今いろいろ考えておりますのでおっという驚きを皆さんにお届けしたいと思っておおります楽しみにが他のところがやってないこととかうちにしかできないことっていうのをやっぱりちょっと売りにといいますか頑張っていますので今回もおっっていうこんなにやっちゃうみたいなこんなことできちゃうみたいな感じのことを皆さんにお見せしたいなと思ってますのでぜひ皆さん「活目せよ」です。ですこれ場所言っったけ 今すみません、いったっけ、工事町地域交流センターリーベルホールです。そっかそっか、はい、やわらぎ会館ではなく、リーベルホールです。さ咲森の剣とか、清十郎剣山とかやってた、あの会場でございます。あの会場でございます。はい、お、そう、あの会場がどうなるのか、本当にただのスペースのような、あの会場をどんだけ仕込むのか。さあ、どんなふりになるのか、はい、もう乞うご期待です。え、はい、という感じです。です。はい、はい、ぜひ皆さん。 そう私が仕込み終わったらこうに来るとかそういうこと言わないでください。<laughs> もう、はい、というわけで11月公演見に来てくださいということなんですけれども、うんうん、はい11月公演の前にもさらにさらにいろんなイベントが、がイベント演劇がございますのでこちらの方も演劇情報局なのでお伝えしていきたいと思いますので、はい、9月の演劇情報、ドンドン !9 月突入しましたんでねじゃあ9月の演劇情報をお伝えしていきます。 はい、はい、こちら9月がね本当に目白押しなんですよね,ね,ねはい行きましょうえっと9月の6日7日が本当にたくさんあります6日7日まず一つ目大和郡山市民劇団小児語り部座によります郡山千本桜ダイナゴン秀中の白虎伝説ですね、うん、こちら9月の6日土曜日が 夕方の5時からと7日の日曜日、お昼の2時からです、大和郡山城ホールのショーホールにて、前売り当日ともに1000円でご覧いただけます、でも残念ながら、日曜日の方がちょっとチケットが完売という情報が入りまして、<お>もうじゃ六6日の土曜日が、残席わずかということなのでおお、お早めに、もう今週末ですね、お早めにどうぞ、はいあの、東京のカムカムミニキーナの松村さんとか、あの女優さんたちも出られるということで、1000円というのはかなりお得な感じになっておりますので、ぜひぜひ見に行っていただければなと思います。 そしてさらに同じく、えっ、ー、と、6日7日行われますのが、右下の方ですね、右下と真ん中らへんあります、うん、大和絵巻実行委員会さんによります、赤家の宴、混乱見聞記ですね。こちら、6日の土曜日と7日の日曜日、平城京歴史館、検討視線前にて行われるミュージカルでございます。うん、野外ですね。<い>で、こちらの方が、うちの、 関係者が続続出出演演とというこでしますね先ほど真ん中ら辺にいてましたうちの座長山崎ろとそしてうちの制作北橋そしてうちのイケメン南大和が出演するということでうちの100円でよく出てくれているスパークルウィンドの田村ちゃんも出演されるということなのでぜひぜひ。 なかなか野外でまた見れるミュージカルっいうのもなか,、ねね、なかなか素敵な感じなので遣闘使天満平城宮跡にぜひ行っていただきたいなと思います、はい、そしてその右上、こちら7日ですね9月7日に上演されます、はい、劇団高円、第5回大安寺完月会、うん、月の影遥かなる都遣唐使、同時の夢。 ということでえっ、ー、と行われますこちらが7日の日曜日の夜6時半18時半ですね大安寺本堂にてお,お寺でやる<ー>ということですねこちらえっ、ー、と料金が2000円括弧お土産岩風寺の笹酒付きへ<ー>えー、なんか大安寺が岩風寺のねあの お寺ガンフー寺のお寺っておかしいけど、笹竹のお祭りやってるところあそうなんですね<の>おーなるほどということなんでが、大安寺にて、<う>のお寺でやるお芝居ということで、とても興味深いところがありますが、劇団高円さんの公演もぜひ見に行っていただきたいなと思います。6日、なのかちょっと目白押しですけれども、はい、なんとかしたらはしごして見れると思うので、ぜひここ、すべてお見逃しなくということで、はい、見ていただきたいなと思います。そして次のの週ですね9月日日と14日が、はいえっと 先週、ゲストに来てくださいました、シアター生駒さんです。26回公演、まほろばということで、うん、13日の土曜日が11時と15時から、14日の日曜日が11時からと15時から、生駒市南コミュニティセンターせせらぎ、せせらぎホールにて上演されます。うん、参りの方が1000円、当日券が1500円ということですけれども、予約してたら1000円で見れるということでね、うん、先,月先週お伝えしていただきました。こちら、ダブルキャストということで、あの朝の回と夜の昼の回、両方見たら、両方楽しめるという。 という感じで、あの先週あのせあの告知いただきましたので、こちらの方もぜひ見に行っていただきたいなと思います。はい、そして次の週ですね。はい、はい。9月の20日がえっとこちらアスカ劇団時空によります別れの歌。20日の土曜日18時半から国営アスカ歴史公園石舞台地区アスカ風舞台で上演されます。こちらも。 ね、アスカで石舞台の方で上演されるということでんなんか最近ね石舞台の方も新たな発見があったりとかねちょっと観光もないろいろ。 あの見ていただけたらなと思います。あ、シカトさんからコメント。残念ながらこの画面意外と何書いてんのかはっきり見えない。はいはい、あ、すいません。あ、じゃあアップにした方がいい。アップにした方がいいのかしら。ね、ちょっとなんかいろいろちょっとじゃあ試行錯誤してみます。はい、あちょっとアップリだった。あ、こんな感じでちょっといろいろ頑張ってみたいと思います。頑張ってくだはい。ちょっと試行錯誤してみます。はい、そして右下に書いております。はい。9月末から10月上旬にかけて奈良県高校演劇地区大会開催予定ということですけれども、はい。こちらも高校演劇がねいろいろ熱いということで。うん はい、奈良県のその今、小劇場で活動している劇団とか役者たちもその小劇場高校演劇出身の方がたくさんいらっしゃるのでねなんかいろいろ思い出とかね後輩に対する熱い思いとかいろいろあるのかなと思いますので高校演劇もぜひ応援していただけたらなと思います。ということで。はい 今週も1時間があっという間に過ぎてし,、ね、しまってあっという間にエンディングのお時間となってしまいました,しました、ね、はいそれでは、うんえっと、イベントステーションの、うんえっと、ウェブ関係の方の告知も最後にしていただいてよろしいですかはい、ね、今までのその先ほどの告知のうん、うん、イベントステーションの次回公演の告知とかどこに行ったら最新情報が見れるのっていうことをここで検索してもらったらいいということでどうぞ。は <laughs> はいイベンントステーーーションのホームペジ イベントハイフンステーションドットで検索してもらったら出てきますはいツイッターはアッイベントアンダーバーステーションはいフォローしてくださいはいフェイスブックはハイフンもアンダーバーもなしでイベントステーションってやったら出てくるので、はい、ぜひいいねってやってください、はい、はい、ぜひお願いしますはいあのーうん、検索の方はカタカナでイベントステーションって打ってもうん、うん、あの出てくるようになってるので出てす、ね、あのー、まあ とにかくあの検索していただけたら何か出てくるのでぜひあの団員のブログとかもね日替わりで頑張って更新頑張ってるのでこちらの方も見ていただけたらなと思いますのでぜひぜひお願いしますあ鹿太郎さんが見やすくなりましたありがとうございますあかったありがとうございますちょっといろいろ考えてね頑張っていきたいなと思いますけれどもいやねねいやうんいや意外とちょっと時間が余ったなと思って今一瞬真っ白になったけどならないではい大丈夫です頑張ります。 はいあのホームページにね、先ほどちょっと、あのなんだ、15周年を振り年を振り返るのコーナーであの画面に出てた、いろんなあのチラシがチラシの画像が出てたあのページは、ホームページにいたら見れるので、ヒストリーのところをクリックしていただけると、あの画面が出てきて、あそこの画像をクリックすると、さらに情報が、詳細とかそそうう出演者の名前がザーっ出てたりとか、出てきます。 頑張ります。<laughs> 頑張ります。うん、はい、頑張ります。もうここにレソトツッコミ後、週間でこだわりはいつ更新されるのって、今頑張ってるんで、頑張,頑張って執筆中なんで、はい、頑張ります。<laughs> すいません,いません <laughs> そ,それについてはちょっと今日は触れないでって放送の前に <laughs> 打ち合わせをしていたのにもかかわらず、<laughs> ナちョわが触れちゃった、はいあの、きっと楽しみにしてくださっている方がいらっしゃるので、ね、はい、頑張って、頑張ってください。なんかあのリクエストとかネタとかあったら、あの提供していただけたらなと。え週刊猫だよりああ、そうですね。週刊ああ、たらの猫だよりにとか <S <laughs> <S そう、S から始まるやつがいいって言って、一生懸命週刊とか、それをなくして、またあの猫だよりに。<laughs> <laughs> まあでもあの頑張っていく,いいくのでね、はい、その分稽古も頑張って目、はい、くだりも頑張ってみたいな感じで行きたいと思います。芦太郎さんがえー、もう美女の時間終わり早いワードもうあり方おはい、はい、もう来週もぜひ見てくださいね、はい、ということでヒストリークリックしたらいろいろ出てくる詩だしあれたまに見るとなんか懐かしくなる,、ね、くなる <laughs> 個人的にはああってやったーみたいなね。 っていう感じで、あの知らない方はほうって思いながら、知ってる方は懐かしいでいただきながら、この15周年を経ての今のね11月の公演をあの楽しみに待っていただけたらなと思います。私もその15年というね重さに負けないように頑張りますので、お待ちください。いやいや一言？一言何で今私頑張ってくださいって言われた女優におかしくない？おかしくない？おかしくない？ ねはい自分も頑張りますはい頑張っていきますよいやもうねなんかもうなんと2ヶ月切っちゃったんで頑張ります頑張りますはいあのもういよいよ本チラシも上がってくるということなので本当に頑張っていきたいと思いますのでぜひぜひ11月お楽しみにということでそしてエースラジ毎週続くんでねはいというわけで来週もぜひ見てくださいということではい来週もまた夜10時にお会いしましょう 以上、中村ねぎみと、青あきらでしたまた来週